ある自殺未遂をした方のお話なんですけど、その方は普通のある企業に、営業として働いていたんですね。で、営業先のある会社との、取引でですね、その方はものすごいストレスを感じておりまして、ついには自ら命を絶とうと考えたらしいんです。で、自分のそのストレスの原因になった取引先の会社のビルの屋上5階から飛び降りようと思ったらしいんですね。で、その会社の5階建てのビルの屋上にいざ着いて、屋上のね、その安全のために置いてある金網を登ったところですね、下を見るとやっぱり勇気が出なかったと、死ぬ勇気が出なかったと。で、そんな時に警備員さんが屋上に登ってきたらしいんですね。で、その方と警備員さんがガチリ目が合ったんですよ。で、その時に警備員さんは止めるでもなく何か言うでもなく、目をそらして見て見ぬふりをして仕事に戻っていったらしいんですよ。で、それを目の当たりにし、それを体験して、あ、自分は本当に価値のない人間なんだ、警備員さんも面倒ごとに巻き込まれんようにせんとしようと、自分の自殺を知らなかったという体で離れちゃうぐらい自分には価値のない人間なんだって感じて、やけくそで飛び降りたんですらしいんですよ。で、たまたま、会社の1階部分、その方が飛び降りた部分に小さな小屋がありまして、で、そこには藁とかそういう建築資材を積んである柔らかい素材がいっぱい置いてあるようなところに落ちたんですって。屋根を突き破ってその小屋の中に落ちたと。で、その藁とかが衝撃を吸収して、その方は一命を取り留めたんですよ。で、薄れゆく意識の中で、若干周りの音とかは聞こえてたらしいんですよ。で、救急隊員とその小屋の持ち主の方の会話が聞こえてきまして、で、その会話というのが、救急隊員がこう助けに行くためにタンカーを入れないといけないんですけど、そのドアからタンカーが入れれないので、そのちょっと扉の部分を切って中にタンカーを入れていいですかっていう所有者の方に提案をしてたと。その所有者の方はもう許さんと、こっちは屋根まで破られて、その上また扉を切るなんて許されへんみたいな会話をなさってたらしいんですよ。まあ、でもそれでも最終的にはもう人命が関わってるというので許してくれて、その方は病院にそのままタンカーで運んでもらって搬送されて一命を取り留めたんですけど、やっぱり自殺するってこういうことなんやってその方は感じたらしくて、多くの人に迷惑をかけちゃう行為なんですよね。で、よく言われるのが、人一人が自殺することで直接的にも間接的にも、最低5人以上の人間が不幸になるという話がありまして、例えば車に突っ込んで自殺するってなった時も、まあ、その車を運転していた運転手さんの人生も変えてこ
しまうことになりますし、日本の法律じゃ、ね、そういう理由があろうとも引いた側に責任があることですから。でもちろん、ご家族、配偶者の方、恋人、友達、ご兄弟、そういう方もやっぱ悲しみますし、でやっぱ葬儀費用であったりとか、そういうのも馬鹿にならないじゃないですか。天寿を全うしたのならば、それはちゃんとね、送り出してあげようという気持ちにもなるんですけども、自ら命を絶った方に、そうやってお金を払ってしまうと、経済的にも自分の身内は厳しくなってしまうと。間接的に5人以上の人間を不幸にするという話なんで、自殺はダメだなと思います。人間が自殺するに至る心理状態の話なんですけど、結局誰にも相手にされなくなった時に人間は死のうと思うらしいですね。だから、周りで辛そうにしてる人とかがいれば、まあ、ちょっとでも声をかけて、でもその声をかけた声がプレッシャーになったりもするので、言葉は選ばないといけないとは思うんですけど、ちょっとでも自殺する方が減ればいいなと僕は思います。